今日はね、天気も穏やかなので、茂原を散策しながらですね、行ってみたいと思います。こちら多分なんつうんだ、昔一番街って言ったと思うんですがね、私生粋の茂原市民じゃないんで、昔のこと確か一番街って言ってたような気がするんですけど、やっぱりすぐそばに道をやってる男性のことゆうさんですね。はい、この辺ちょっとね、飲み屋さんが何店舗か続いていきますね。今日はね、暑からず寒からずちょうどいい感じですね。はい、ダイニングサツナさん、そしてメガネ屋さん、で多分ここ有名店だかしら。和菓子の石井さん、ここは結構なんかよく並んでますから、多分お団子とかねいっぱいあるんでしょう。昔ながらのブティックと。中です、やってますね。でお隣はあんこ屋さん、ここはすごいことになっちゃってますね。これはいや、これはすごい、これは今回の被災じゃないですね。以前からこんな感じです。車でね通るんですけど、歩いてみないと分かんないですね。この辺は結構シャッター街になっちゃってますけど、昔ながらのお店はね残ってみます。
辺から、なんていうんだこれは、石畳っていう、石畳風。八百屋さんが残ってますね、うん、あれ太田博美のような歌声だな。屋さんですね。この辺確か昔アーケード街だったんじゃないかな。ちょっと秋葉原風味の店ですね。系ですか。電化ハウスブラザこれ終了かな。お蕎麦屋さんも良さげな感じですけど、閉まっちゃってんのかな。のろしさん
この中から行くと、吉飯さんっていう中華料理店ね、入れますんで、ぜひ行ってください。弁当オードブルウオスケさん、いい匂いさせてますね。靴屋さん、マツコデラス、ムアツコ、いや圧力あるでしょ。ほんでこんな懐かしい利用店ですね。コルクルです。さて一応ここのね道路境がまでなんでしょうかね。一応これで一番街、一番街って本当に言うのかしらを、ご紹介いたしました。それでは戻ります。さようなら。